まるちゃんおいでよ。まろみ何したん？まろみおいで。おいでおいで。紹介したり。おいで。パパ。ね、パパのライバルやね。おいで。嬉しいな。引っ張りやっこしたいな。な、こっちこっちこっち。こっち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 。顔見せてあげて。ちょ、ほら。おお。おお。もう尻尾今ビリって言ったで。そう。そのうちジョンゲルちゃん、マルちゃん。ちょっと。え？あんた。ほら、おいで。持っておいで。持ってきて。マロミ来い。マロミ。来い。来い。来い。ん？おちゃん来い。パパが呼ぶよりその子の方がええんか。これを邪魔すんのもなんかかわいそうな気するしな。一段落するまでちょっと見守ったろか。やろ。おい、はい、一段落した。今おいで、やるん来い。はい、来い。ダメだ。まるちゃん、その子の尻尾の色何よ、それ。抹茶色や。抹茶茶やないか。萌えか。萌えか。萌えかって言ったら抑えたで、今。萌えか。まるみ。この手で抑えん。お後ろ姿がおもろい。皆さん、まろみママです。ですね、今日はご紹介したいものがあります。じゃん。ケユカで買いました。ステンレス電動セラミックミルです。ミルっていうのはね、あの黒胡椒とかをこう、今までやったらガリ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 してたんですけれども、これだと電動でこうボタンを押すと勝手に引いてくれるっていうのを買ってみました。どうかな。なんで買ったかと言いますと、先日 HDC に行った時にリクシルさんのものすごいかっこいいあのシステムキッチンがね、展示されてたところにこれがね置いてあったんですよ。 これ何の？これはあれや、胡椒とかも。え？ケユカやんか。電動ミルや。そう、電動ミル欲しいな。押すんじゃない？ブイーンって。これ欲しいな。かっこいいな。これが2つ並んでて、なんかすっごくおしゃれでいいなと思って、その、 HDC を見終わった後にケユカに直行してこれを買いに行きました、ね、影響されやすい2人ですけれども、なんか面白いですよね。でこれをねちょっと開封していきたいと思うんですけれども、じゃーん、こんな感じです。かっこよくないですか、シルバーで。でここにその引いてない粒の胡椒とかね、岩塩とかもかな、入れたりとかして、こうビュンビュンってしたら電動なんですよ。すごいスタイリッシュでかっこいい。これに置くね、なんていうのかな、台座っていうのかな、それもついてます。よし、こういうのがありまして、ここにね使ってない時はこうこういう感じで置いたらおしゃれ、かっこいいと思って、めっちゃそのねシステムキッチンにねマッチしてたんですよ。これがうちの台所に合うかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、なんかねすっごく惹かれたんで買っちゃいました。これどうやって中に詰めていくんかなって感じですけど、
説明書。これのためにこの胡椒のホールも準備してきました。鍵マークの方に回してこうか、ん？ここじゃないの？あ、こっちか。こうか、ね、下の部分外すのこうやね。こうか。うわ、手がすごい胡椒の匂い。材料を満杯ライン以上入れると回転軸が動かず胡椒の原因となります。ラインがあるんやね。あ、転がってた。ライン、ライン、これぐらいかな。あんまり余計入れて、いきなり壊れたら嫌やもん。これぐらいにしとこ。かける具材があればいいねんけど、今何もないんで。あ、電池がいるんか。電池がないと動きませんわな、そら。電動ミルいうぐらいですから。どっから入れんねん、どっから入れんねん、どっから入れんねんちって。これやな、上の部分やな、さっきの。これやね。よし、これでええんちゃう。いきます。おーおー、出た出た。あー、すごいすごいすごい、いい香り、黒胡椒の。ほら。ずっとやりたくなる。いいねいいねいいね。おーいえ、おーいえ。気持ちいい。いいやん。なんか無駄にこんな削っちゃった。これは使うけどね。いいじゃない、こうやってね、置いときましょうか。以上、ケユカのステンレス電動ミルの紹介でした。イエーイ。